今日はくら寿司に来ました。くら寿司にピックラポンがあるのね。キツネピックラポンを当てたいと思いました。ビックラポンビックラポン思いのほか美味しそう。これで190円だからびっくりです。すごいです。これ生姜じゃなくて大根の生姜味なんですって。驚きです。歯ごたえが普通の生姜よりいいかも。キチのために当たってくれ。もう2度外れてます。キチのお土産を、キチのお土産が欲しいです。外れちゃった。エビ天食べよう。意外と当たらない。なぜか寿司屋で揚げ物ばかり頼む我々。また始まった。さあ当たるかな。ヒック本当はもう5回目ぐらい4回目ぐらい。ヒックヒックンだ。ヒックン当たった。やった。はい、基地のお土産取れたよ。どれだけのどれだけのそれ力だけど。いいよ。基地が喜ぶもの。なんだろう。真ん中グッと押すの。そうそうそう。いらない。基地ごめん。土産取らないよ。基地ごめん。何これ。ハンバッチなんだね今。キチごめん、いらないよねこれ。めちゃいらない。ごめんなさい。置いていきます。うちのケースの方がいいんじゃない？これ大丈夫でしょ？壊しちゃうけど。うん。わ、これをお土産にしよう。これは返して。これ返却。これをキチの。めぐるバチラ。これキチ喜ぶよ。これテープで貼ったら壊れないんじゃない？いや、キチ。よしよし。はいはい、お土産あるよ、キチ。キチ、お土産。お寿司屋さんでお土産見つけてきた。お寿司屋さんでお土産買ってきたよな。買ってきた。ママが隠し持ってるから。今、ガチャガチャの箱のカプセルのが開かないようにテープ貼ってます。この人。ちなみにガチャガチャの、ちなみにカプセルも洗ってます。なんだ、なんだ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 何かなんだ何かを感じ取った。気になるかな。なんだ、右手上がってるよ。なんかもらえんじゃない。あれなんだろう。シャギーン。いや、ちょっとキチ待って。待って。はい。欲しいね、これ。かわいい。欲しい？ちょ。持ってっちゃった。あっという間ですよ。持ってっちゃいました。よかったね。神妙な顔でテープを取ってる。ぎっちゃん。ぎっちくん。めっちゃかわいい。きち？きち？それどうしたの？どうしたんそれ？どうしたの？ないそれ。寿司がないです。しないよな。変なバッジが入ってたと。